アメリカのトランプ前大統領が13日、ペンシルベニア州で開かれていた選挙集会で演説していた際、何者かに銃撃されました。演説中に突然響いた発砲音にしゃがみ込むトランプ前大統領。銃撃の後、立ち上がったトランプ氏の右耳からは流血も見られましたが、トランプ氏の陣営によりますと、トランプ氏の命に別状はなく、地元の医療施設で手当てと検査を受けているということです。トランプ氏は自身の SNS で、右耳の上部を貫通する銃弾を受けたと明かすとともに、ビュンビュンという音と銃声が聞こえ、すぐに銃弾が皮膚を裂くのを感じたと明らかにしました。また、この銃撃により集会の参加者1人が死亡し、2人が重体となっています。一方、容疑者についてはアメリカ大統領の警護隊が殺害したということです。また、事件を受けてニューヨークのトランプタワー前には銃を所持した警察官が警備に当たっているほか、トランプ氏の支持者も駆けつけました。一方、バイデン大統領は緊急で演説し、暴力行為を強く非難しました。There's no place in America for this kind of violence. We cannot allow for this to be happening. We cannot be like this. We cannot condone this. ただ、トランプ氏の陣営は13日、15日から開かれる共和党大会について、トランプ氏が参加する意向だと明らかにしました。